化粧しなくてもこれだけで肌が綺麗に見えちゃう素肌アップグレードっていう感じ。顔がめちゃめちゃツヤツヤになるの。ナインのベースメイクセットとして売り出したいぐらい。안녕하세요ナインに見た。もうすぐ9点目が割りがイエーイということで、今回も9点目が割りで買うべきおすすめコスメ7選をご紹介させていただきたいと思います。그럼시작해볼게요그중에ナイン。まず1つ目はこちら、リセチカモイストベールミストです。こちらは私が最近毎日使っているミストなんですけれども、最近ぐーんと寒くなってきて、暖房の環境でお顔がパリッパリ状態だったんですね。そんなパリパリ乾燥肌を救ってくれたのがこちらのミストなんです。乾燥が気になった時にいつでもシュッシュってやれば一瞬で保湿膜を作ってくれて乾燥から守ってくれるんですね。ミストの使い道がわからないっていう方、ちょっと待って、化粧水代わりでもいいし、ちょっと贅沢だけどボディに使ってもいいし、あとはストッキングの上から使うと保湿もそのままできちゃうし、静電気の予防にもなるんですね。さらに髪の毛にも使えるの。静電気で髪がモシャモシャするっていう時にシュッシュってすれば静電気の予防にもなるし、あとは髪の毛がうねっちゃうっていう方、美容師さんが言ってたけど髪の毛が乾燥しているとうねるらしいんですね。だからうねるのが気になる時にシュッシュってやれば髪の毛が落ち着くんですよ。私は一番乾燥しやすいお風呂上がりにこちらを使ってます。とりあえずお風呂出た後にこちらをシュ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 って顔にかけて、一旦保湿膜を作っといて、後でゆっくりスキンケアするっていう感じにしてます。もうね、オールマイティなの。何でもいつでも万能に使えちゃうミストなんですね。しかも普通のミストってなんか結構水っぽい感じがすると思うんだけど、こちらはオイルリッチなミルクミストなので、普通のミストと違ってなんかクリーム塗った後みたいな感じで保湿してくれるんですね。だからといってなんかベタベタするっていう感じはなくて、なんかしっとり潤うっていう感じの仕上がりになっています。ガスタイプではないのでそんなに細かく出るミストではないんですね。なので近くでシュッてやるよりかは15センチぐらい離して振りかけていただくと細かくお顔全体になるので、その後に手でこう優しくなじませてつけてあげるのがおすすめです。でこちらのリセチカっていうブランドなんですけど、歯科ケアコスメブランドで、ツボクサエキスをコンセプト成分として配合したブランドなんですね。だから肌荒れにめちゃめちゃ効くんです。あとは植物幹細胞エキス5種類配合。植物幹細胞エキスっていうのが肌本来の力を引き出すって言われていて、高い抗酸化作用と保湿作用を持つって言われているので、ハリ弾力を与えてくれてエイジングケアにいいのと、さっきも言ったけどめちゃめちゃ保湿力が高いんですね。それ以外にも植物エキス5種類配合、植物オイル9種類配合、界面活性剤フリー、着色料フリーなどなど、とにかくお肌に優しく作られているコスメブランドなんですね。ミストと、あともう一つ気に入っているのがこちら、リセチカモイストベール UV エッセンスです。私が美肌作りで大事にしているのが365日 UV ケアをすることなんですけど、もう室内にいる時も必ず UV。 皆さん、加齢による老化はたったの 20% で 80% が紫外線による影響って知ってましたか？だから老化の予防のためにも UV ケアっていうのがすごく重要なんですけど、毎日使うものってなるとなるべくお肌に優しいものがいいですよね。日焼け止めには吸収剤と散乱剤の2タイプがあって、一般的に散乱剤、ノンケミカルと言われるもの、そっちの方が刺激が少ないって言われているんですね。ただ散乱剤はデメリットとして、汗に弱かったりとか白浮きしたりとか紫外線防止効果が弱いって言われているんですね。そこでこちらのリセチカの UV はお肌に優しい散乱剤タイプでありながら、 SPF50+PA4+ という高い紫外線カット効果と、なんとウォータープルーフなので汗とか皮脂に強いんですね。だから塗り直しも不要なの。そして名前にエッセンスってある通り、4種類の美容成分が入っているから美容液を塗ってるような感覚で UV ケアができちゃうんですね。さらにウォータープルーフでありながら石鹸で簡単に落としちゃうの。そこも私が大好きなポイント。家にずっといる日も必ずこちらを選んじゃいます。子供も使える処方にな
っているので、もう家族全員で使えちゃうっていうわけなんですね。色は白くなるけど、逆に私はそれが好き。なんでかっていうと、お肌のトーンが上がってから均一にね、肌トーンを整えてくれる感じがあるの。なんなら化粧しなくてもこれだけで肌が綺麗に見えちゃう。ベタつかない使用感もすごく好き。もちろん化粧下地としてもおすすめです。あとは日焼け止めってたまになんか目が染みたりするものもあると思うんだけど、これはね、目が染みたりとか顔がピリピリ痒くなったりっていうのが一切なかったの。だから本当にめちゃめちゃおすすめだし、みんなに推したい日焼け止め。リセチカでは今ご紹介したもの以外にウォータージェルだったりとかクリームも売っていて、リセチカの製品が一気に試せるじゃんリペアミニセットっていうのも売っているので、なんか一通り全部試してみたいっていう方とか、あと旅行とかにもおすすめ。だいたい1週間ちょっとは使えると思います。リセチカどれ使ってもそうなんだけど、特にクリームとかはしっかり保湿してくれるんだけど、全然ベタつく感じとかもないので、乾燥するこれからの時期にとてもいいのと、あとはなんかベタつく使用感が嫌いだけどしっかり保湿したいなっていう方にもすごくリセチカの商品おすすめ。はい、じゃあ次にご紹介するのは、今更ながらめちゃめちゃ好きになったクッションファンデ、アミューズデュージェリービーガンクッション SPF38PA3+ です。このクッションファンデ、私の動画の中で結構たくさん出てきてると思うんですけど、あとクッションファンデ比較動画とかやった時に見てくれた方いたかな。なんか初めて使った時は全然カバー力もないし、なんか塗ってるのかなこれみたいな、ファンデーションの意味あるのかなっていうぐらいすごく薄付きで、まあ確かになんかツヤは出るんだけど、なんかよくね、わからなかったの。なんか何がいいのかなみたいな、自分的にまあこれ使うんだったら別にファンデーション塗らなくてもいいじゃんぐらいの、もうほぼほぼカバー力ないし、ファンデーションの意味なしてないじゃんぐらいのカバー力なんですよ。だからこれがいまいち良さがよくわからなかったのね。なんだけど最近さ、私すごいツヤ肌にハマってるじゃない。なんかもうね、ファンデーション塗りたくないのよ。なんかファンデーション独特の重たい感じがすごく嫌で、まあ、特にマスクだし、どうせ剥がれるし塗りたくない。だけどなんかツヤっぽくしたい、透明感を出して素肌感を出したいって思ったのね。そのお肌作りにこのアミューズのジェリークッションがめちゃめちゃぴったりだったの。さっきも言ったけど色がつく感じはないのね。だからなんかカバーするっていう目的ではなくて、お肌のトーンをこう均一にしてくれて、とにかく素肌がめちゃめちゃ綺麗な人っていう感じに見せてくれるんですね。だから素肌をワンランク上に上げてくれるような感じで、中がめちゃめちゃ変わっててプニプニしてるの、本当にジェリーみたいな感じ。その質感もすごく好きだし、お肌にのせると本当にツヤっとして、お肌のトーンが均一になってトーンアップしてくれて、とにかく素肌がめちゃめちゃアップグレードする感じなんですよ。素肌アップグレードっていう感じ。さらにね、これに超ぴったりな組み合わせがあるの。ダルバブランドランウェイオールデイセラムメイクアップフィクサーです。このダルバのフィクサーがとにかくツヤンツヤンになるのね。もうこれを振りかけただけで顔がめちゃめちゃツヤツヤになるの。だから今日のメイクもね、さっきの UV とこのクッション、それでこのフィクサー、この3点で仕上げてるんだけど、私の毎日メイク今これ。今度また毎日メイク載せるね。その3セットで仕上げたんだけど、見て、なんか自分でもマジ自分の肌綺麗って思っちゃうぐらい、自分の肌に惚れ込んじゃうぐらい、めちゃめちゃ肌がツヤ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 してめっちゃ綺麗になるわけ。この肌をこの3セットで仕上げることができるの。もうこれ9のベースメイクセットとして売り出したいぐらい。私メイクアップフィクサーすごく好きで、いろいろなところで使ってきたんだけど、いまいち韓国のフィクサースプレーでなんか気に入るものっていうのがなかったんですよ。そこでこのダルバのがめちゃめちゃ良かった。ダントツ、これはめっちゃ気に入ったし、もうリピ確定。で、ダルバって普段結構値段設定が高いから、こういう目代わりの時に急いで買った方がいい。じゃないとすぐ売り切れちゃいます。もう一時でこれは手に入れてください。じゃあ次はですね、よくおすすめの洗顔教えてくださいって言われてね、そこでめっちゃ最近気に入ってる洗顔を見つけたの。それがこちら、メディピールマイクロティーパウダークレンザーです。メディピールは日本に上陸したばかりのブランドなんですけど、この
洗顔めちゃめちゃいい。私使ってからすぐこれ好きになっちゃったもん。こちらは T3 と7つのシカの成分が入っていて、これはねパウダーのクレンザーなのね。毛穴一つに T3 が20個入るそうです。このパウダーが2万個の毛穴の奥まで綺麗にお掃除してくれるのね。だから毛穴汚れが気になる方にめちゃめちゃおすすめ。私もこれ使って本当に毛穴がめちゃめちゃ綺麗になった。でなんか洗浄力が高いのってお肌が突っ張ったりするでしょ。だけどこれは突っ張り感が全くなくってお肌がしっとりするの。だから保湿もしっかりできちゃうんですね。あとはやっぱり鎮静、マスクとかで刺激になりやすくてお肌トラブル起きてる方多いと思うのね。あとはニキビ体質の方とかそういった方にも刺激なく使えるので、私の大好きな弱酸性 pH5.5 の弱酸性なので健康なお肌に導いてくれるんですね。このパウダー洗顔マジでいいからみんなほんと使ってほしい。結局汚れが詰まってると肌トラブルにつながってしまうから、私が重要視してるポイントの一つで洗顔なんですけど、この PM2.5 までしっかりとねクレンジングしてくれるわけよ。だから奥底の汚れをしっかり取ってくれる感じ。もう一つ私がメディピールで使ってるのがこちらフィットシカノールカーミングパッドです。私がスキンケアの中で必ず欠かさないのがトナーパッドなんですけど、これは1枚のパッドのサイズがすごく大きいのね。それがすごく好きっていうのと、なんか香りがねアップルグリーンティーみたいな感じで、私アップルの匂い好きなんだけど香りがすごく好き。パッドとかで逆にお肌がピリつくっていう方もいると思うんですが、このメディピールは刺激なく使えるっていうのが好きなのと、一回もね私はこれを使ってピリついたことはない。このパッドはなんかしっとりさせるっていう目的よりかはどちらかというと優しく角質ケアができてシカが入っているからお肌の鎮静をしてくれるっていう感じ。あちょっとなんか今鎮静必要だなっていう時に使うとお肌がすっきりしてこうクールダウンしてくれるような感じと、お肌がなんかさっぱりする感じがあるんですね。だからマイルドに角質ケアと鎮静ができるデイリー使いできるパッドって思っていただくといいと思います。エッセンスもひたひたにたっぷり入ってるからそれも私が好きなポイント。じゃあ最後は今の時期に欠かせないシートマスク。まあ私シートマスクは本当にこれ以外使えないっていうぐらい本当に大好きなの。ハンニュゆずオイルシートマスクです。これは5枚入りセットなんだけど、これの何がいいかってね、こんな感じになっていて下にオイルが入ってるので、これを使う前にくるくるくるってしてからオイルをこの中に染み込ませるの。よく揉んでよくもみ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 してお顔にのせるとゆずのいい香りがねふわーってすごい柚子のいい香りがするの。オイルが入ってるからとにかく保湿力がめちゃめちゃいいのよ。エッセンスとオイルっていう感じ。とにかくお肌がめちゃめちゃ潤うの。なんか乾燥で何やっても乾燥が治らないっていう時にこのシートマスクを使うと一発でお肌がもっちもちになる。でこのシートマスク自体もシートが分厚くてしっかりしてるのね。そこも私がめっちゃ好き。とにかくお肌にツヤが生まれて乾燥から守ってくれる救世主シートマスクっていう感じ。苦中にない。はい、ということで今回は9点で買うべきおすすめをご紹介させていただきました。またパート2も出す予定なので、ぜひそちらもお楽しみに待っててくださいね。またこういうのレビューしてほしいとか、こんな動画見たいなとかあればぜひぜひどしどしコメントください。インスタもやってるのでぜひインスタもフォローしてくれると嬉しいです。今年中にチャンネル登録者1万人を目標としています。ぜひまだの方はチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。クラウンウリンタウメマンだよ。あんにょー。